ナスオルゴール美術館は、栃木県那須郡那須町にあるアンティークオルゴールを中心とした自動演奏楽器を展示する美術館。日本国内のオルゴール収集家である佐藤清のコレクションを中心とし、19から20世紀に制作されたアンティークオルゴールをはじめ様々な自動演奏楽器を展示する美術館。1時間ごとにスタッフによる解説とともに、 実際に展示品の演奏が行われる。展示内容は、シリンダー式、オルゴール、ディスク式、オルゴール、オートマタ、自動ピアノ、ストリートオルガントータにわたる。また館内には、ケースをデコレーションして、オリジナルオルゴールが作れるコーナーや、オルゴールショップもある。高野地交差点を右折し 1.5km 先を、右折。 500メートル先の左側あり利用無料あり1台で200曲もの演奏が可能なシリンダー式オルゴール3枚のディスクで1曲を演奏するディスク式オルゴールピアノやドラムシンバル等複数の楽器を演奏するオーケストリオン16段階の強弱表現によりピアニストの演奏を忠実に再現する自動演奏ピアノの一種チェースマンハッタン銀行パリ支店の正面玄関で使用されていた 高さは5立方メートル0センチメートル。ロダンにも影響を与えたとせれる彫刻家による作品。ありがとうございます。